席をお願いします。その時に受けた傷跡は一部修繕されましたが、当時の記憶を現代に伝える車両として70年以上経った今でも弾痕が運転台の天井に残されています。このように EF55 型1号機はその役に立ちました。